皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。カエルのために鐘は鳴るパート6、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回の続きからですね。前回、金山でスネークキラーを手に入れて、溶岩が吹き出し、氷が溶けてしまい、エスキモー村でマンモスが大暴れというところまで話を進めたのですが、その続きからプレイしていきたいと思います。とその前に溜まってた王子の日記を読んでみたいと思います。何日目からですかね。この辺からですかね。23日目。ついに長老と対面。呪文を聞き出した。忘れぬうちにメモっておこう。カエルゲコゲコ、ミゲコゲコ、合わせてゲコゲコ、ムゲコゲコか。さあ、ホラー穴を抜けて金山を目指そう。24日目。火山の町風林に到着。ゴールドダッシュの町というから賑やかだと思いきや、町はブータローだらけだ。金山がゲロニアン兵に占領されたのが原因らしい。なんとか金山へ入りたい。25日目。カエルになって金山へ潜入。しかし私一人の力ではとても金山の奥深くまでは掘り進めそうもない。風林でバイトを探す。だがこんなやる気のない町でバイトが集まるだろうか。26日目。バーで先浸りの平助を社会復帰させる。平助の紹介で金山掘りのプロが集まった。その名も火山オールスターズ。うーむ、頼もしい奴らだ。さあ金山で金を探すぞ。27日目。金山の奥で黄金の剣スネークキラーを発見。金のマグマが湖に流れ込んで暖かくなり、エスキモー村ではマンモスが暴れ出した。奴を倒すには氷の腹穴にある鏡の盾を見つけねばね。というわけで、今から氷の洞穴へ行きたいと思います。現金100クリを手に入れた。パワーストーンを手に入れた。王子の力が1アップした。やりました。スピードストーンを手に入れた。やりました。鏡の盾を手に入れた。やりました。目的達成です。パオパオパーン。マモスは鏡の盾に映る自分の姿を見てひるんだ。どうする？アイテム使う？なぜ歯が立たぬ。鏡の盾をもってしてなぜ倒せぬ。お、ここは病院。では誰かが運んでくれたのか。おい長老、鏡の盾でもダメだったぞ。どうすればよいのだ。それはお主の修行が足らぬのじゃ。いてて。うーむ、しかし困ったの。どこかに動物を操る機械でもあればの。うん、どこかで聞いたような話。そういえば南天堂のシュタイン博士がそんなものを作っていたはずだ。というわけでシュタイン博士の元へ行きたいと思います。
けたので船着き場からボートを出せます。このボートを使えば別の町へ行くのに便利ですよ。ワイン一番搾りを手に入れた。あったな。ありましたね。大博士は研究室においでです。おお、トリュフではないか。見てくれんか、これを。どんな動物でも自由にコントロールできる機械じゃ。なになに、巨大マンモスでもコントロールできるか、じゃと？当たり前じゃ。マンモスだろうが、ウーパールーパーだろうが。そうじゃ。名前が決まったぞ。マンモスコントローラーじゃ。どうじゃ？どうじゃい？かっこよかろう。ははは。ところで、これの使い方じゃが、バトル中にアイテムとして使うのじゃぞ。マンモスコントローラーを手に入れた。あとは、わしのライフワーク、巨大パワードスーツの開発じゃ。お主がデラーリンと戦っておるのは聞いておる。このパワードスーツはきっとお主の役に立つはずじゃ。もし完成の暁にはわしから連絡してやる。これですね。よし、今だ。それ。マンモスコントローラーをマンモスに取り付けた。えい、おとなしくするのだ。コントローラースイッチオン。パオパオパーン。マンモスはおとなしくなった。パオパオ。やりました。これはゴールドなんとかできるのでは。これ、マンモス、この金の塊を運べるか。パオパオ。よし、ではこれを引っ張ってくるのだ。パオパオ。もっとすごいですね。これ、マンモス、お前はここでおとなしく待っておるのだぞ。パオパオ。ジンベエ、ジンベエはおるか。約束の金の塊を持ってきたぞ。オーマイフレンド、ゴールド見つかりましたか。持ってきたぞ。それも超特大のやつだ。おお、ファンタスティック。どこですか、どこにあるのですか。まあそう慌てるでない。あまりの大きさに村の中に持って入れないのだ。村の外に置いてある。一緒に来るがよい。ワンダホー、ハラショー、ベリマッチ。私、このゴールドを全部買い受けます。そうか、ではその代金で村の金付き堂を直してくれ。オーケーオーケー、お安い御用です。春を告げるベルは責任を持って修理します。頼んだぞ、ジンベ。ジャストモーメントプリーズ。バイザウェイ、このマンモスはどうしたのですか。話せば長くなるが、
このマンモスも譲ってください。お願いします。ではこのコントローラーをお前にやろう。これがないといつマンモスが暴れ出すかわからんからな。マンモスコントローラーをジンベイに渡した。 Thank you my friend、 ちょっと私についてきてください。村人たちがあなたに感謝の気持ちを伝えたがっています。何？そうか。それは少々照れるな。さすがトリュフ王子様じゃ。本当に金を見つけたんですか？すげえな。いやー、トリュフ王子様、素敵ー。ちゅ。今年もまた春を告げ、すいません。春を告げるベルが響き当たるのを聞けるのですね。暖かくなって我々カエルも氷河へ行けるようになりました。氷河ではぐれた我々の仲間が元気に戻ってきました。王子様、俺ですよ。氷河の門番ガエルです。おお、こんなところでやっとふるさとの村に戻ってこれました。ありがとう。アルフレッド・ジンベイさんからお金をいただきました。早速、春を告げるベルを修理いたします。これでリチャードたちを元の姿に戻してやれる。だが、リチャード、君は今どこに？トリュフ王子様！ああ、間に合った。私はシュタイン博士の助手です。博士は今、全力を挙げてパワードスーツを作っておられます。とりあえず、これだけでも、王子様に届けて来いと言われまして。Z の笛?を手に入れた。この笛は、現在開発中のパワードスーツを呼ぶ笛です。もしパワードスーツが完成すれば、この笛の音ですぐ王子様の元に飛んでくるはずです。それはわざわざご苦労であった。博士によろしく伝えてくれ。あ、それからもう一つ、これは噂なんですが、近々大掛かりなカエルの一斉捕獲があるそうですよ。なんだと？カエルの一斉捕獲だと？いかん、リチャードたちが危ない。トリュフはジンベイたちと別れ、一路アラモードへと向かった。ゾラ、歩け歩け、カエルども。まもなく春がやってくる。そうすれば我らが王デラーリン様の復活だ。その時こそ王にお前たちを食べていただく時なのだ。そのためにお前らを野放しにしておいたのだ。わっはっはっは。なんだ貴様、邪魔だ。どけどけ。カエルたちが捕まっていく。まさかリチャードまでも。えい、離せ離せ。お待ちください。私の娘のマドレーヌはどこに？えい、知らん知らん。離せというにこの持ち人が。ひぃ、しっかりしろ待ち人。大丈夫か？あ、トリュフ王子様、うちの娘がいないんです。町に帰ってると思ってたのに、やっぱりいないんです。あの子だけまだ宮殿に捕まっているんだ。トリュフ王子様、娘を助けてください。何やつらめ、町人の娘にまで。お前はカスタード兵ではないか。しっかりするのだ。あ、トリュフ王子、みんなが奴らに。では、リチャード王子も捕まったのか。それが、リチャード様とは、途中ではぐれてしまって。私だけが、やっとここまで、そうだ。これを持って行ってください。私が命がけで、ゲロニアン兵から奪い取った鍵です。クラブの鍵を手に入れた。
王子、どうかリチャード様と我々の仲間をお助けください。よし、わかった。私がみんなを救い出してやる。壁新聞ミルフィーユタイムズナンバー22、ゲロニアによるカエルの一斉捕獲始まる。噂では行方不明だったリチャード王子も宮殿に進んでましたね。アメに読まないとダメですね。ライフストーンを手に入れた。ありました。もう生き方とか忘れてますね。リチャード、リチャードはいるか。私だ、トリュウだ。あ、トリュウ王子様、助けに来てくださったのですか。でもここにはリチャード様はいらっしゃいません。何？ではリチャードはどこに。わかりません。一斉捕獲の時にはぐれたままなのです。あ、せっかくトリュウ王子様が助けに来てくださったというのに。心配するな、リチャードはきっと無事だ。さあ、それよりも早くここを出よう。そうはいかんぞ、トリュフ王子。しまった、囲まれた。それ捕まえろ。よせ、クソ、このう、ゲボ、まだまだ、ボコ、グエ、うう、多勢に無勢、無念、学。おっと？いや、あ、気がつかれましたね。大丈夫ですか？あ、あなたは。ここは宮殿の右の塔にある牢屋の中です。あなたは気絶したままでゲロニアンに連れてこられたのです。では、あなたが私を助けてくださったのですね。ん？このセリフ、どこかで。
さては貴様、マンドラだな。マンドラ？と、ボケるな。同じ顔をして抜け抜けと。もはや勘弁ならん。今こそその化けの皮、暴いてくれる。何をなさいます？あーれーいてててて、なんてバカ力な女の子なのだ。ごめんなさい。でもいきなり襲いかかってくるんですもの。どうやら本物の女の子のようだ。あまりにあの時のマンドラに似ておったもので。私の思い違いだったようだ。すまぬ、許してくれ。それではその方、名前は何という？はい、私はマドレーヌ。城下町に住んでいたのですが、ゲロニアン兵に無理やりここへ連れてこられたのです。お、そういえば娘がさらわれたという男がいたな。それはきっと私の父です。ああ、父さん、父さんに会いたい。クシクシク。安心せい、マドレーヌとやら必ず助け出してみせる。私にはこのように素晴らしいアイテムがいっぱい。あ、ないアイテムがすべてなくなっておる。アイテムは兵士がみんな持って行ってしまいました。どこかこの近くに隠してあると思うのですが、今は囚われの身、どうすることもできません。しくしくしく。頑丈な扉だ。とても開きそうもない。やっぱりダメだわ。もう助からないんだわ。やはり私はデラーリンと無理やり結婚させられてしまうのね。なんだと？なぜだ？なぜも、なぜ町人のそなたが？わかりません。デラーリンはティラミス姫が目当てだとばかり思ってました。なのに私をデラーリンの花嫁として差し出すというのです。よくわからんが、とにかくそのようなことは許せん。なんとかしてここから逃げ出さねば。ん？誰かに見られてるような。ジャムですね。おい、ジャム！お前は泥棒のジャムだな。ゲロゲロ。そうか、バイリンガエルなしではダメか。ゲロゲロ、ゲロゲロ。何？私の言うことがわかるのか？それならジャムよ、この牢屋の鍵を開けてくれ。ゲゲゲーロ、ゲゲゲゲゲーロ。さすがミルヒー国王一の大泥棒だな。助かったぞ。ゲロゲーロ、ゲロゲーロ。ん？他に頼みはあるからだと。では、左の塔の牢屋にいるカエルたちを助けてくれ。デラーリンが目覚めるまでもう時間がない。ぐずぐずしてると。カエルのカスタード兵たちがデラーリンの餌になってしまう。ゲロゲロ。頼むぞ、ジャム。よし、マドレーヌ、行くぞ。あ、これは私の持っていたアイテム。あれはある、これもある。ありゃ？何か一つだけ足りないような。まあ良いか。トリュフはアイテムを取り戻した。なんだろう。すいませんね。なんだ。you
の兵士を倒した。兵士はワープドアを持っていた。あ、足りないものはこれだったんですね。ワープドアを取り戻した。左の扉を開ければデラーリン様の寝室へ続く。おお、マドレーヌ、心配したぞ。父さん、会いたかった。いや、娘は確かに返したぞ。ところで、お前に頼みがある。何でしょう、何なりとお申し付けくださいませ。スプリングヒルへ行って早くベルを鳴らせと言ってくれぬか。デラーリンが目覚める前にリチャードたちを元に戻さねば。わかりました、すぐに伝えます。王子様、どうかごじすみません、ご無事で。やい、トリュフ王子、娘を返せ。ティラミス姫の身代わりの娘を探し出さねば、我々がデラーリン様にお仕置きされてしまうのだ。何？ティラミス姫の身代わりだと？では姫はまだ捕まってはおらぬのか。うるさい！皆の者、かかれい！ダメだ！ハガタタン、引けい！口ほどにもない。おや？これは。レードの鍵を手に入れた。これはきっとデラーリンの部屋へ続く扉の鍵だ。ついにデラーリンとの対決の時がやってきたのだ。合ってますか？壁新聞ミルフィーユタイムズ23。トリュフ王子 VS デラーリン最後の対決迫る。パワーストーンを手に入れた。王子の力が1アップした。ライフストーンを手に入れた。ライフのゲージのハートが1アップした。この上、大王デラーリン様の部屋、春まで起こさないでください。はい、それでは、時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。